じゃなくって真ん中のミドルからラストに入っているホワイトリリーをもっと華やかに豊かにしたようなイメージで改良していってます。ちゃんとリリーでした。途中からファファファって花咲くんですよ、うん。ホワイトリリーの大きな変更ポイントとしてはやっぱりみんながホワイトリリーの好きなところはまず1番は上品さで、やっぱり2番はサボンと同じなんですけど清潔感っていうところだったので、ホワイトリリーの上品さっていうのはとっても大事にしたいなっていうふうに思っていて、トップじゃなくって真ん中のミドルからラストに入っているホワイトリリーをもっと華やかに豊かにしたようなイメージで改良していってます。このミドルにそれこそお花のどんな感じが増えたの？まずはそのホワイトリリーをやっぱり上品さ、この白いお花でちょっとパウダリーっぽいような、うん、ホワイトリリーは増やしたいって思ったので最初ホワイトリリーを増やしてみたんですけど、やっぱりそれだけを増やすと結構こう香りがきつくなりやすいかったんですよ。青みっていうかお花のきつさがすごい強かったんですけど、それをマグノリアとかローズ、ジャスミンとかもっとこう優しい華やかなフローラル調でこうホワイトリリーの強さをこう包み込んであげることによってすごく華やかで優しい、そして豊かなお花の香りになったかなっていうふうに思ってます。すごく大きく変わるっていうか、うん、一気にフローラルになるかったらそうじゃなくて、ちゃんとリリーの、はい、なんていうんですか、清潔感とこうちょっと爽やかな感じとか、うん、あの香りのままに、うん、ちゃんと言います。今言ってた子たちがこう咲く感じなんですよ、うんうん、だからなんかすごい途中で変わるのかなって多分思われると思うんですけど、うんうん、大丈夫です大丈夫です一応言います、大丈夫です安心できます。途中でこう花がポポポって咲いてくる感じも、一気にこう大きな花が咲くっていうよりはなんかこう小さい花がポツ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 ってこう広がっていくような、上品であり温かみに感じたんですよ。だから前までもホワイトリリーはすごく上品で清潔感がある香りっていう認識が強かったんですけど、それは引き継がれながら、もう僕の中で言うとお布団のこうシーツの上に日の光が窓からさーっと入ってきて温かみが生まれているようなシーンが浮かんでくるような香りになったんで、なんか好きかもって思いました。気が刺したよね。気が刺してね、咲いたからね、きっとね。そうなんですよ、ね、気が刺してお花がふわっと刺すような感じですよね。なんか結構やっぱサボンはこうみんなから愛される、来てた人が安心するような落ち着くようなその素晴らしさとか、なんかみんなから愛されるみたいなワードをすごく思い浮かべながらこう改良していって、ホワイトリリーに関してはホワイトリリーらしさを出してもいいのかな、来てた人がホワイトリリー感を楽しめるようになったらいいなっていうので、結構ね試作の方向性を最後は変えていってました、うん、正直分かんなかったです。あ、分かんなかった、よかった、分からなかったって、これどこが変わってるのって思いながら、うん、ただこう香っていくじゃないですか。ちゃんとリリーでした。途中からファファファって花咲くんですよ、うん、花が咲く、こんな私が言ってるぐらいです。一気に変わらないですぐらいな感じの、そのリリーのイメージ通りのすごいこう、うんうん、なんか大人っぽさっていうのがさりげなくやってくるリリーになってます。そう、でも違和感をそんなに感じない。感じなかった。だけどリリーの良さがさって咲いていくっていうのが、はい、わーって思いました。キュンってなりました。いいです。そう、実はそのちょっと立つとね、うん、その香りがね、わかるんですよ、ね。このくらいわからないで、なんかすごく、うん、すごい良くなってるって思いました。私ちょっと感動しちゃった。嬉しい、ありがとうございます。私ちょっとリリーをじゃあ紹介しますかね。はい、以前のホワイトリリーよりも香りが華やかでとても好きです、うん、この方はほぼ毎日サボンをつけていて、うん、時々リリーでしたがサボンとリリーを交代でつけるでもいいと思うくらい、ちょっとリリー熱が上がっているんですが、はい、あとですね、既存と比較すると香りの立ち方が良くてホワイトリリーの良さをより感じました、はい、あ、よかった。結構そう、ちょっとねパフューム寄りじゃないですけれども、もっとこう高級感のあるようなお花っぽいのを感じてもらえたら嬉しいなと思ってました。前より青臭さの感じが減って洗練されて都会的に感じます、うん、ラストまで少し甘みが残っているところが名前のイメージに合っていてフェミニンな感じがします、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。最後は全体的に香りが強かったなという印象だったんですが、
フローラル系の香りが前より強調されたので、そこはすごく良かったと思います。そうですね、やっぱりボリュームアップで感じる方もいらっしゃるかもしれないですね。2プッシュつけてたのをワンプッシュとかで調整してもらうのもいいかなと思います。そうですね、あとはつける場所とかでもね、はい、あの調節してもらう。あ、そうですね、はい、使いやすいかな。今現在サボン派ですけど、実はその香りの遍歴で言うと全部ホワイトリリーにしたことあるんです。部屋の中身につけるものを全て一式買い揃えてサボンを一回卒業しリリーにしてた時期があるんですけど、一通り使って数年使ったらちょっとこうサボンに戻っちゃったんですよ。ただまたあのパパパって咲くあの花の感じとか、ちょっとこう大人っぽい感じとか、なんかすごい素敵じゃんって思ってリリーに使いたくなってるんです今。だからもう早く今のじゃないです、新しいの求めてます私。アーティストコラボショッパーっていうのをやっていて、この取り組みだったりとか、あとフレグランスディフューザーのデザイン変更に伴ってこうどんなものなのかっていうことだったり、その背景とか思いっていうのをお話ししていきたい回にしたいと思っています。